はようございます。おはようございます、モークさん。おはようございます。今日はいい天気です。YouTube がやっぱりダメですかね、YouTube がちょっとうまくいかないですね。はい、リエさん、コンプトンさん、マユちゃん、おはようございます。アイポンさん、おはようございます。それではですね、ちょっと景色でというか周りをお見せしましょうね。今日は本当にいい天気で気持ちがいいですね。緑が綺麗です。あの鳥は何ていう鳥でしょうか。あ、やはり YouTube うまくいかないですね。ごめんなさいね。YouTube ダメですね。おかしいですね。できる場所とできない場所があります。そうですね。ゆうさん、おはようございます。ゆうさん、おはようございます。とびっこさん、おはようございます。とびっこさん、おはようございます。ちょっと場所変わりましょうかね。どっち行ったらいいかちょっと分かりませんが、ちょっと向こう行ってみましょう。今日はいい天気です。昨日はですね、神様の名前、神様の名前について学びました。テトラグラマトン、英語表記だと YHWH と書きますが、 YHWH でテトラグラマトンと言いますが、それは神様の神聖4文字ということで、I am that I am、 I am that I am という、そういう意味があります。それは、霊穴さん、おはようございます。美咲さん、おはようございます。小襟ちゃん、おはようございます。ヒットさん、おはようございます。納豆さん、おはようございます。たけるさん、キューちゃん牧師として消費税が 10% に上がることに賛成しますか。今までですね、消費税導入の時と、それから 5%、8% の時ですね、景気が悪くなりました。ですから、消費税 10% にしたら景気が悪くなると思います。景気が良くなるということはないですよね。景気が悪くなります。なぜ、景気が悪くなるということが予想されるのに、そういうことをするかちょっと分かりませんが、そうですね、そこのとこは私ちょっと、専門ではないので、こうした方がいい、ああした方がいいということは言えませんが、あ、これ花が咲いてますね。これ今気がつきましたけど、綺麗な花が咲いてます。なんていう花でしょうね、これね。綺麗な花ですね。わお、小さい花ですけどね、小さい花だけど、目の前に、目の上に、頭の上に綺麗な花が咲いてました。あ、びっくりしましたね。頭の上に綺麗な花が咲いていて、
ゲストさん、おはようございます。新海さん、神様は英語を喋るんですか？神様は全知全能ですから、全知全能ですから、神様にできないことは何もありません。神様はどんな言葉も分かります。世界中に数え切れないほどの言葉があると思います。まあ、何千という言葉があると思いますが、神様はどんな言葉も理解できます。ですから世界中のどんな人もお祈りしてですね、その神様はその祈りを、聞くことができるということですね。祈りがですね、通じなければ、ね、祈りが通じなければ、あれですね、祈りが通じなければおかしいですよね。神様ですから、どんな国の人も祈りが届くべきだと思います。i7 がついてません。ごめんなさい。今日はですね、 i7 ではないんですね。今日はですね、ショールームの方をやっております。ニコ生がメンテです。今日はね、けいちゃん、おはようございます。レクスさん、牧師さん、ふと思ったのですが、十字架を用意するとき、大きさによってその神の恩恵とが異なりますか？ペンダントも等身大十字架も効果は変わらないですか？十字架の大きさは関係ないと思いますね。十字架の大きさやその形ではなくて、私たちの信仰ですね。私たちが十字架に対してどう思うか、私たちが十字架に対してどう思うか、それが大事だと思います。新海さん、どんな人とも喋れる神様がいろいろな言語を作ったのはなぜですか？旧約聖書にですね、バベルの塔という話があります。バベルの塔というのは、人間がこう高い塔ってどういうんだか分かりませんが、高い建物を作りました。そのバベルの塔を作ったのがですね、不純な動機なんですね。どういう動機かというと、人間の力はすごいので、手に届くものを作ろうという、人間がですね、神様に逆らって神様に対抗して作ったのがバベルの塔です。それまでは人間の言葉は一つだったそうですね。人間の言葉が一つで、多分イラクあたりにあったんじゃないかと思うんですが、地球上に人類はですね、そのイラクあたりだけに人間がいたんです。ところが神様が、その人間の傲慢さを怒ってですね、バベルの塔を壊します。人間が傲慢ですから、バベルの塔を壊します。でその時、言葉がですね、たくさんできました。一つの言葉だから、人間は、この一致して悪いことをしようとしますから、神様は人間が悪いことできないように分裂するように、言葉をたくさん作りました。ですからその時点でですね、私がもし日本人だったらですね、日本語しか喋れなくなるわけですね。それまではみんなと同じ、言葉で喋っていたのに、神様がこう瞬間に私が日本語しか喋れない人間になる。ある人は英語しか喋れない人間、その時の、この言語は今とは違うかもしれませんが、とにかく、一つの言葉じゃなくてたくさんの言葉ができました。それから言葉が通じませんからね、その言葉が通じる人たちだけで集まって、で言葉が通じる人たちだけでこう、何でしょうかね、バラバラになったわけですね。
で、世界中に人類が広がりました。世界中に人類が広がったのは、神様が言葉をバラバラにしたからですね。言葉をバラバラにしたので、人類は地球上に広がり、日本人の先祖もイラクあたりからずっと日本に来たのではないかと思われます。日本の、原住民はアイヌの人たちではないかと思いますが、最初はアイヌの人たちが日本に住んでいたのではないかと思います。セシさん、なんか難しいことが書いてあります。ちょっとですね、考える余裕がないので、瞬間に答えられる質問だけしてください。今日のタイトルはイエス様の教えを、どのくらい尊んでいますか。イエス様の教えをどのくらい尊んでいますかというタイトルです。それはどういうことでしょうか。イエス様がおっしゃいました。ヨハネ14章でイエス様がおっしゃいました。私を愛する者は私の言葉を愛する、私の教えを愛するというふうにイエス様おっしゃいました。私たちは、イエス様によって罪が許され、イエス様によって救われました。救われた私たちは、今度は私たちはイエス様を愛するようになります。しかし、イエス様を愛するというのはどういうことでしょうか。イエス様を愛するというのは、どういうことでしょうか。ティーザーさん、イエス様はパンとご飯どっちが好きですか。多分ご飯はなかったと思いますね。パンしかなかったでしょう。当時の世界とはどの範囲ですか。バベルの塔は多分イラクぐらいだと思います。イラクぐらいの範囲だと思います。三木橋さん、いらっしゃい。十字軍の話、ちょっと今日はですね、できないでしょう。イエス様を愛するならば、イエス様の教えを愛するとあります。イエス様を愛さない人は、イエス様の教えも愛さないでしょう。皆さんがこの放送に来られるのは、イエス様を愛してるからですよね。皆さんがこの放送に来て、イエス様の教えを聞いてるじゃないですか。イエス様の教えを聞いてるということは、イエス様の教えを愛しているので、それでイエス様を愛してるということになるでしょう。皆さんは、イエス様の教えを愛してるんですよ。皆さんはイエス様の教えを愛しています。そして、イエス様がデビット・テイラーに言いました。デビット・テイラーはですね、イエス様と時々夢の中で会う方なんですが、イエス様はこう言いました。私の言葉を尊ぶものを探している。反対を言えばですね、イエス様の言葉は尊ばれてないと言えるでしょう。罪というのはイエス様の言葉を尊ばないことなんです。イエス様に聞き従わないということですね。罪というのは何でもそうでしょう。親の言うことを聞かない、これ悪いことですね。
学校の先生の言うことは聞かない、これ悪いことですよね。上司の言うことを聞かない、これも悪いことですよね。私たちは、従うべき権威の下にいるべきですが、一番の権威はもちろん神様ですね。神様の権威に従う、これがです正しい人間なんですが、人間はアダムとエバの子孫なので、私たちは神様に聞き従わないものとして生まれてきました。それが罪人です。罪人というのは、ね、神様に聞き従わない、神様に従わない、それが罪ですが、私たちは、神を知らなかったんです。神が誰かも分からず、神の教えも知らなかったんです。私たちは、仏教や神道の国として生まれてきましたけど、キリスト教のことはもちろん、キリスト教は日本に入っていましたけど、しかし、本当にですね、イエス様の教えを本当にこう教えるような、イエス様の教えを教えるような、そのようなことは非常に少ないです。キリスト教のミッションスクール、ミッションスクールは結構あるかもしれません。しかし、どっちかというとイエス様の教えを教えるというよりも、キリスト教のですね、なんて言うんでしょうかね、教養的な概略というか、キリスト教の、概略を教えるという感じで、イエス様の教えを教えるというような、そのようなミッションスクールはもう少ないのではないかと思います。まゆちゃん、イエス様に従わないのは大罪ですか？大罪です、大罪です。罪の報酬は死です。罪の報酬は死です。そういうわけで、皆さん、罪とは何かというものを私たちはいつも考えなければいけません。罪とは何か、それは神様の御心を知らずに、神様の教えに従わないことです。現代人はですね、従う、従順、ってすごくですね、こう従うことを毛嫌う傾向ありますよね。それは、わかりますよ。規則、規則、規則。ね。ルール、ルール、ルール。そういうものを守るというのは、なんか窮屈な感じがしますよね。法律、法律、法律。ね。がんじがらめの法律、がんじがらめのルール。それは確かに息苦しいし、あんまり、自由がないですね。でもね、皆さん、知ってください、イエス様の教えはですね、がんじがらめじゃないんですね。イエス様の教えはですね、自由があって、そして、自由があってですね、イエス様の教えはどっちかというと、むしろかえっていろんなネガティブから解放され、むしろ自由になるための教えなんですね。多くの人は勘違いしてます、ね、イエス様の教えで縛られたくないとみんな思うかもしれませんけど、そうではないんです。イエス様の教えはですね、私たちを自由にするための教え、自由にするための教えと言えるでしょう。むしろ喜んで従うならば、イエス様に喜んで従うなら、いいことがたくさん起きてくる、素晴らしいことがたくさん起きてくると言えるでしょう。ヒンズー教とキリスト教同じですか？いえいえ、ヒンズー教はインドの宗教で、多神教ですね、多神教。
まあ、ヒンズー教も仏教も、仏教はね、仏教はヒンズー教から出たそうです。そして、ヒンズー教も、ヒンズー教も、仏教も、淫乱の霊だと。淫乱の霊、淫乱の霊の、宗教だそうです。まあそうですね、偶像崇拝は結局むさぼりですから、偶像崇拝むさぼりですか。あ、ここまた鼻のとこ来ましたね。もう一回あのお見せしましょうね。いいですね。仏教もヒンズー教も淫乱の霊ですね。淫乱の霊、公職の霊ですね。はい、花さんおはようございます。ですから皆さん、神様はただ一人です。神様はただ一人です。そうでしょう。皆さん、皆さんを産んだ、お母さんは一人じゃないですか。皆さんの本当のお父さんは一人じゃないですか。だとするならば、この世界を作った神様は一人なんですね。この世界を作った神様は一人です、地球を作った神様は一人です、そして宇宙を作った神様は一人です。そういうわけでぜひ皆さん知ってください。神様は一人だということですね、証を見せてください。十字架が証です。十字架を知ってください。十字架が証です。十字架は、和樹さんのために死んでくださった。和樹さんの罪を許すために死んでくださった。イエス・キリストを信じる人たちが悔い改めて、悪いことをやめて、悪いことをやめて、変わってきた。イエス・キリストを信じる人が希望を持つようになった。人を許すことができるようになった。それが証です、イエス様の証はイエス・キリストを信じた人たちに現れます。和樹さん、後ほどですね、証を読みますのでね、その証を聞いてください。本当に、イエス・キリストが神であるかどうか。あ、何か蜂が来ましたね。あ、大きい蜂が来ました。イエス・キリストが神かどうか、本当に、十字架に力があるかどうか、それがですね、ぜひ皆さん、証言は証ですね、証です。あやさん、勉強になります。ジルさん、いろんな宗教があっていいと思いますか。真理は一つだと思いませんか。真理は一つで、神様はお一人だと思います。ですから、宗教というのはほとんど間違ってると言えるでしょう。神様が一人なら、ほとんどの宗教は間違ってるということになります。そんな差別や争いを助長する神なんて言いません。いえいえ、逆です。人間はもともと罪があって、もともと差別する社会であって、それは人間の罪から出たものなんです。その宗教があるから差別や争いがあるのではなく、それ以前に人間は原罪といって、アダムとエバが罪を犯したために、もともと人間には差別や争いがあるんです。アダムとエバの最初の子供であるカインは信仰的なアベルを殺してしまいました。人類の最初の子供のカインは人殺しだったんですね。弟殺しだったんです。ですから人間は罪人に堕落してしまったんですね。
和樹さん、そのキリスト教の真理のことを言っているのではありません。私たちが言っているのは普遍的な真理ですね。普遍的な真理のことを言っているのです。部分的な真理は、まあ、本当の真理とは言えないでしょう。永遠に変わらない真理、それがですね、本当の真理です。そしてイエス・キリストは言いました。私は真理だとおっしゃいました。それを信じることが信仰です。神様以外に私は真理だと言える人がいるでしょうか。神様以外に私は命だと言える人がいるでしょうか。誰も言えません。人間はそれは言えないのです。私は真理とか私は命だなんて誰も言えないのです。神様しか言えないのです。神様しかそれは言えません。もし人間がそう言ったら、それは気が狂ってるとしか言えないでしょう。ラムタンさん、おはようございます。黒柴さん、あなたも他の宗教を差別しています。多くの人は勘違いしてます。差別というのはそもそも、なんて言うんでしょうかね、不当な区別を言っています。不当な区別、例えば、人種、国籍、年齢、性別、そういうもので人を差別したらそれはよくありません。しかし、宗教というのはお互いに真理で争っています。例えば政党を考えてください。政党でですね、政党同士でお互いに否定し合いますね。それは差別じゃないでしょ。政党がね、あっちの政党はおかしい、こっちの政党は正しいとかね、それは差別じゃないでしょう。当然なことですね。それは不当な差別じゃありませんね。それと同じように宗教もそうですよ。宗教もですね、お互いに、認めないのは当たり前の話です。もし宗教がお互いに認めたらおかしいですよ。それこそおかしい。政党がお互いを本当に認めちゃったら、ね、政党の存在がありえないわけです。宗教もそうでしょ。宗教も互いの宗教を認めたらもうその、存在意義がなくなってくるわけです。だからそれは人種や国籍の差別とは全く違うものですね。野球のチームでですね、プロ野球のチーム、自分のひいきのチームがあっても当たり前ですよね。それは差別でも何でもないです。巨人が好きな人があなたは差別してるなんておかしいでしょ。そんなことはないです。お互いが認めないと宗教戦争が起こります。人間もですね、例えば正しい議論とね、喧嘩と口論とありますが、暴力や口論はよくありません。でも正しい議論は問題ないと思います。ですから宗教もですね、口論とか、暴力はもちろんダメですよ。もちろんダメです。でも正しい議論は必要だと思いませんか。問題はですね、その人に悪意があるかないか、その人に罪があるかないか、ここの、放送で強調しているのは神の愛があるかないかということが大事だということですね。神の愛がなければ、それは争いが起きる。神の愛がなければそこに差別が起きる。それがですね、真理なんですね。イエス様の教えは、そういう真理です。愛がなければどんなにいいことを言っても、ね、愛がなかったらもうダメ、ね、どんなに正論でも愛がなかったらダメと、そう考えます。ですから大事なのはもちろん正論が必要です。真理ですからね、真理を言うべきですが、ただ愛を持って真理を語り、愛を持って真理を語り、大事なことは愛があるかないか。
じゃあ愛とは何かということを、イエス様を教えています。メロディーさん、おはようございます。和樹さん、あなたは仏教をディスりました。ですね、仏教をディスってるのではありません。仏教の考え方が間違ってるという議論をしてるんです。ヒンズー教の考え方が間違ってるという議論をしてるんであって、それは、当然、必要なことなんです。議論っていうのはそうでしょ。議論っていうのは、あなたの考え方はこういうところが間違ってますよ、こういうところはおかしいでしょ、それは議論であって、ディスってることではないのです。ぜひそこのとこ、よく考えてみてくださいね。もし議論がですね否定されたら、話し合いができないっていうことになるでしょう。私たちは正しい議論は許されているはずです。まあ、政党にしても宗教にしても、その相手の考え方を否定することは当然許された議論なんですね。しかし国籍、人種、性別で、非難したらば、それは不当な差別となるでしょう。仏教が間違っている、どこが間違っていますか。それはですね、神が一人だというところから考えてください。神様が一人ならば、どの神が正しいかをまず知る必要があります。もし、どの神が本当の神か分からなかったら、結局のところ、議論ができないと言えるでしょう。宗教を議論するためには、その神がどういう神であって本当の神かどうかをまず判断する必要があるということですね。どの神かわからないという人が宗教を議論することはできないのです。人が好きで信仰しているものを認められないというのは間違ってない。信教の自由はありますよ。私はまさにですね、信教の自由を認めないということではありません。誰でも信教の自由があります。私たちの議論はそういうことを言っているのではありません。宗教の信教の自由を否定しているのではありません。誰がどの宗教を信じるのも、もちろんそれは自由です。それを否定するつもりは全くありません。神は議論するんですか。ですね、聖書を読むとですね、多くの人がですね、神様と議論してますね。モーセも神と議論しました。それからアブラハムも神様と議論しました。多くの人が神様と議論します。大石さん、おはようございます。こうさん、こう考えてください。ある人がですね、タバコ吸ってるとしますね。タバコ吸ってるとします。それはタバコ吸うのは自由です、合法です。しかしタバコ吸わない方がいいよ、タバコは、癌になるよという警告することは正しいことだと思います、ね。タバコ吸ってる人にね、タバコは危ないと警告しちゃいけないなんてことはないと思います。タバコ吸ってる人に対して、強制はもちろんしてはいけませんし、その悪意を持って言ってはいけませんが、その人の健康のためにタバコは病気になるよと言ってあげることは、それは、差別でも何でもありません。もちろん好きで吸ってんだから
ほっとけばいい、まあそういう考え方もあります。多くの人はそうでしょう。でももしその人がですね、自分の家族であったり自分の親しい友達だったらば、がんになってほしくないじゃないですか。がんになってほしくないならば、その放っておくよりも警告するべきではないかと思います。言われた人が不快になったら、それはですね、確かにその通りです。相手が嫌がってるのに押し付けたりとか、それはよくありませんよ。そういうことではありません。もちろんそれは、相手が聞く用意があるときだけですよね。喧嘩してまでも言うということではないのです。それはまた別の議論ですね。別の議論です。あ、そうです。がんになる可能性が高くなるということですね。必ずがんになるということではありません。でも自分の家族がですね、タバコ吸ってるなら、家族が長生きしてほしいと思うのは当然だと思います。最近は禁煙のところばっかりですね。そうですね、私タバコもちろん吸いませんから、禁煙のところが増えるのはすごく嬉しいですね。そしてそれでやっぱり病気が減ってると思いますよ。タバコの値段が高くなって買いにくくなる、吸う場所がなくなって、吸うところ吸わなくなってくる、まあ、これは、社会が良くなってるということだと私は思います。麻薬を禁止しているのも同じ理由ですよね。麻薬は非常に危険ですから、麻薬を放置で禁じていることはとても大事です。ある人は いるでしょう、ね、麻薬は自分でやるんだから勝手でしょうという人がいるかもしれません。確かに麻薬で苦しむのは本人ですが、でも社会的にも影響があるでしょう。また犯罪も起きるでしょう。ですから私たちはそういう麻薬を禁じるのが当然だし、タバコがだんだん、禁じられてきたのもこれは正しいことだと思います。はい、だいぶ時間忘れてました。明かしタイムちょっとなくなっちゃったですね。明かしタイム、じゃあちょっと短く明かしタイム、ね、明かしタイム、イエス様を信じて、メッセージもちょっと中途半端でしたね。イエス様を信じて、イエス様の教えを尊ぶようになった。以前はイエス様の教えを知らなかったけど、イエス様の教えを学んで、イエス様を尊ぶようになった証スタート。イエス様の教えを尊ぶようになった証スタート。イエス様の教えを尊ぶようになった証。門下さん、イエス様の教えがなければ私は霊的に枯れていました。イエス様の教えを尊び従います。アメン。はい、証しないでしょうか。証しないでしょうか。
ユウさん、子供の時に洗礼を受け、それからずっとイエス様から離れていましたが、キューちゃん牧師に出会い、イエス様を確信できました。アメン。それではファイナルメッセージですね。ファイナルメッセージ。モーカさん、イエス様の教えは唯一の真実だということを知ってほしいです。イエス様の教えは唯一で真実の教え、真実だということを知ってほしいです。キツネさん、以前からイエス様の教えを尊んでいた。以前からイエス様の教えを尊んでいた。はい、ファイナルメッセージですね。ファイナルメッセージ。イエス様おっしゃいました。マルタとマリアという信仰的な姉妹がいました。そのイエス様がマルタに言いました。人間には大事なことはわずかです。いや、ただ一つです。人間にとって大事なことはただ一つです。それはイエス様の御言葉を聞くということですね。イエス様の御言葉を学ぶということです。どうしてイエス様の教えを聞き、イエス様の教えを学ぶことが大事なんですか？それは、その教えを尊び、その教えに従うからですね。私たちは、罪というのは、的外れという意味があります。多くの人は的外れの考え方、的外れの生き方をしているんです。間違った考え方、間違った価値観、間違った生き方をしているということでしょう。ですから私たちは本来人間が、作られた神様によって作られた本来の在り方、本来の考え方、本来の生き方を取り戻す必要があります。そのためにはどうしてもイエスキリストを信じなければ。イエスキリストを信じるというのは神を信じるということです。イエスキリストを信じるということは神を信じること。神を信じて従わなければ、結局のところ人間は正しく歩めないということですね。ですからイエス様の教えを尊ぶということは、神の教えを尊ぶということです。神を愛するということです。神様と、神様に認められるということです。神を信じないで、神に従わなければ、神様に認められないのは当然でしょう。ぜひ皆さん、私たちはイエス・キリストを信じてイエス様に従うならば、それは神を受け入れ、神に従うということなんですね。ユウさん、最後の日に後悔しない生き方をしたいです。そうです。皆さん、私たちは地獄に行ったらもう必ず後悔しますね。地獄に行ったら必ず後悔します。ですから、ぜひ皆さん、天国に行く、天国に行けるんだということをまず知ってください。天国に行くということこそ私たちの救いです。天国に行くということこそ私たちの生きている目的です。皆さんが真理を知ってイエス様の教えに従って歩むならば、天国に行くことができるんです。招きをしましょう。今日の放送を聞いて、ああ今まで間違ってた、今までイエス様の教えなんて、知らなかったし関心がなかった、今まで自分の考え、自分勝手な考え方をしていた、欲で生きていた、自己中で生きていた、これからは、本当の普遍的な真理である神の教え、神に従っていこう、そういうふうに決心する人アメン、そういうふうに決心する人アメンと言ってください。アメン。劉備さん、今来たばかり。イエス様の教えを愛する角部、イエス様の教えは真理であり命である。イエス様の教えは、純金よりも尊く、宝石よりも尊い神の言葉。イエス様の言葉は神の言葉、角部。
天のお父様、感謝します。私たちは以前は神の言葉を知りませんでした。以前は私たちは、自分勝手に生きてました。しかし今私たちは真理を知っています。真理を知っています。今神のイエス様の言葉を受けています。聞いています。イエス様、もっと教えてください。真理を教えてください。もっともっと御言葉を与えてください。あなたの真理、あなたの御言葉、もっともっと知りたいのです。もっともっと真理が必要です。もっともっと真理が必要です。知りたいのです。イエス様、今アーメンと言った方々があなたの御言葉を通して真理を知ることができますように、真理のうちを歩み、イエス様に聞き従って歩むことができますように、この世的に生きるのではない、肉的に生きるのではない、自己中で生きるのではない、イエス様の教えに従って正しい生き方、素晴らしい生き方、永遠の命を獲得する生き方ができますように、彼らを祝福してください。彼らを救ってください。彼らを救ってください。イエス様、お願いします。あなたの愛が降り注ぎますように。あなたの愛がリスナー全員に降り注ぎますように。彼らがあなたの愛によって変えられますように。あなたの愛によって変えられますようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。はい、皆さんありがとうございました。今日はいい日です。いい天気です。イエス様を喜び、イエス様の教えを喜んで歩んでください。欲で生きないでください。損得の問題ではありません。お金の問題ではありません。もっと大事なことがあるんです。イエス様の教えを喜ぶのです。イエス様の教えをに生きれることを喜んでください。それでは皆さん、今日の今晩夜7時、お会いしましょう。シャローン、シャローン、シャローン。